おはようございます。バレエダンサーのくるみです。今日のトピックは自粛中のダイエットについてお話をしたいと思います。今日撮影をしているのが5月7日なんですけれども、まあ、つい先日ですね、緊急事態宣言の延長が発表されて、まだ自粛期間がどのくらい続くのかっていうのがまた不透明になってしまいました。そんな中でですね、私がこの自粛期間中に体型を維持するために気をつけていることを皆さんにシェアしたいと思います。1つ目、水をたくさん飲むこと。私はですね、もともと水分をこまめに取るっていうのが結構苦手なタイプで、家にいて運動不足になってくるとより一層水を飲まなくなってしまうので、なるべく水をたくさん飲もうっていうことを心がけてます。もともとちょっとミルクティーが好きなので、ミルクティー飲みすぎちゃったりとかするっていうのもあるので、なるべく水を飲もうっていうのを毎日心に留めておいています。よく飲んでるのはこの大きいボトルです。外に出るときはこれを持って歩くのが無理じゃないですか。けどお家にいればこれを丸ごと自分専用のっていう風にしておけるので、まあ、これを見れば今日どのくらい飲んでるかなっていうのがわかると思います。これはちょっと昨日なくなっちゃって、このぐらいまで飲んでたのは朝から飲んでて、今もう半分くらいになってるんですけど、はい、1日でなるべく1本飲み切れるように頑張ってます。2つ目、プロテインを摂ること、はい、私が普段飲んでるプロテインがこれなんですけど、私が普段飲んでるのはソイプロテインになります。でこれを牛乳に溶かして飲んでることが多いんですけど、まあ、こういった飲むプロテインだけではなくて、まあ、食事もタンパク質がなるべく多くなるように心がけて、タンパク質を摂るっていうことを心がけています。どうしても、まあ、パパって作れるものが、まあ、パスタだったりとか、まあ、チャーハンとか主食のものになりがちなので、まあ、そうならないようになるべく、まあ、鶏もも肉とかささみとかお魚でもいいですし、そういったタンパク質をたくさん摂るように心がけています。3つ目、白米を食べ過ぎないこと。私はですね、炭水化物の中だと一番お米をよく食べるんですね。運動していない分やっぱり大盛りとかで食べてしまうと、まあ、ちょっと多いかなって思うので、お茶碗に軽く予想ぐらいにして、なるべくそのご飯を多く取りすぎないことを心がけています。4つ目、おやつを買わない。私チョコレートとかポテトチップスとかおやつも結構大好きなんですよ。で、まあ、買ってしまうとね、ついついこう手が伸びてしまうので、もうそもそも家に置かないようにしています。やっぱり自由な環境にいると、まあ、いつでもおやつが食べれてしまうので、おやつをそもそも買わないで食べないようにしています。もちろんね、買う時もまあたまにあるんですけど、まあ、もし欲しいなって思ったら、まあ、イカ買ったりとか、まあ、昆布買ったりとかして、なるべくヘルシーなおやつを選んだりとか、そういうところで工夫をするようにしています。最後5つ目ですね。5つ目は気にしすぎないようにして食事を楽しむ。まあ、これは日頃から思っていることなんですけれども、どうやっても普段より運動量が落ちている分、まあ、見た目だったり体重だったりっていうものに現れてしまうものだと思います。まあ、そこに数字にやけになったりとか、まあ、見た目もそうですけど、もうそういうものに気を取られすぎて、もうカロリーを減らさなきゃ減らさなきゃってなると、絶対体に支障をきたしますので、もうある程度もそこは割り切って、
過剰に物を食べるものを減らさないようにしたり、カロリーに過敏になりすぎないようにしています。と今まあ運動量が減っているので筋肉の量が落ちていってると思うんですね。まあ、どれだけお家でトレーニングをしていてもやっぱりスタジオでレッスンしているのとはまあ状況が違うと思うので筋肉の量っていうのはもう落ちてしまうと思います。で筋肉と脂肪で比べると筋肉の方が重たいので、まあ、体重にはそんなに変化が現れていなかったりとかもうむしろ体重は減ってってる可能性とかもあります。なので、まあ、体重を一つの基準にして痩せなきゃ痩せなきゃって今の期間考えても正直、まあ、仕方ないかなっていうふうに私は思っているので、過敏になりすぎないっていうことを心がけています。簡単でしたが私が自粛中に気をつけているダイエット方法について5つお話をしました。実はですね私ダイエットっていう言葉があまり好きではないんですね。ダイエットっていう言葉はやっぱり体重を減らすっていうことにすごくフォーカスしている言葉だと思っていて、まあ、本来バレエダンサーはやっぱりスタミナもないといけないしアスリートの体であるべきなのでカロリーを減らせばいいって安易に考えるのはものすごく危険だと思うんですよ。なんですけれども、まあ、やっぱりより多くの方にこういうメッセージを届けるには、まあ、ダイエットっていう言葉を使った方が皆さんの目に触れられるかなと思ったので今日はその言葉を使って、まあ、5つ私がしていることについてお話をさせていただきました。どうしてもですねバリバリ稽古してる時と今が同じになるはずがないんですよ。でそこに過剰にこう躍起になっても仕方がないので、まあ、ある程度も諦めてでもその中で自分ができる最善をするっていう風に考えた方がいいと思います。本当にカロリーを減らしてそれによって痩せてる体型をキープしようって思っているんだったらそれはもう絶対にやめた方がいいです。ここでは長くなるので、まあ、あまりお話はしないんですけれどもいろんな問題を引き起こすのでそういう、こう安易な考えっていうのはやめてください。ぜひですね健康体でいるっていうことを大事に考えてこの自粛期間を上手に過ごしてください。今日の動画はこれで終わります。もしよかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。まだまだ自粛期間続きそうですが体体調に気をつけてまた舞台で踊れる日までみんなで頑張りましょう。バイバーイ。